はい、こんにちは、ゆうたです。はい、今日はまあコロナ、ウィズコロナとか言ってますよね。まあその状態での、まあ、立ち回り方みたいな、そういう話をねしたいなと思います。まあコロナといえばまあリモートワークっていうとこなんですけど、まあリモートワーク増えてますよね。で僕の今勤めてたり取引先の会社さんっていうのも、まあ、基本リモートワークになっていて、っていう感じになってますね。なんで、まあ、多分半月ぐらい会ってない人とかも全然いるっていう感じですし、まあ、新しく入って来られた方とかも、まあ、一度もお会いしたことないっていう人もいたりしますね。で、なんていうのかな。で、まあ、経験者とかなら、まあ、まだ大丈夫だというか、いけるっていう感じはあると思うんですけど、まあ、その、新人さんとかも結構リモートワークみたいな感じっぽいんですよね。で、なんていうのかな、まあ、いきなりその、何もわからない状態で、その、リモートワークやれって言われるのもまあきつそうだなみたいのを見てて思うというか、まあ僕勤めてるところでまあ新人さんいて、まあ、そういう感じっぽいんですね。まあ詳しくは話したこととかもないかわかんないですけど、まあそういう感じっぽいんですよね。まあ僕だったらきついなみたいなのが思いますよね。いきなりリモートって言われてもね。結構ね、病んじゃう人とかもいるみたいで、まあ、いるみたいでっていうと、あれですね。で、病んじゃう人もいて、で、まあ、なんか聞くところによると、結構、その精神病院、精神科の病院の患者さんとかも、かなり増えてるらしいんですよね。まあ、この、コロナの影響で、まあ、病んじゃってる人が結構いますっていう感じっぽくて。で、なんか僕もね、結構病みかけてた時期があって、なんかだいぶね、なんか精神的にしんどくなっちゃってた時があったんですね。で、それは、なんでかっていうと、自分の、ちょっと違う分野のところをやることになったんですね。で、ただ、それやれって言われても、まあ、わかんないから、まあ、聞かないといけないんですけど、まあ、聞く人が、まあ、なかなか捕まらなかったりだとか、そもそも分かんないことが分かんないみたいな感じなので、なんていうか文章にすることすらできないみたいな、そういう感じだったりしたりして、なんていうか、まあ、取りつく島がないというか、なんかね、なんかダメだなみたいなね感じの時がちょっとあったんですよね。で、まあ、ただ結果的には、まあ、一応、できたっちゃできたんですね。で、まあ、それは、その、聞いたりしたっていうのももちろんあったんですけど、結局のところなんか、そこを、まあ、まあ、自分なりに、まあ、勉強してやったんですよね。っていうのがありました。そう。で、本当にその、自分のその、プロじゃない領域っていうのは、まあ、結構、しんどくなりがちかなと思うんですね。特にこの、
リモートワークだと。出社して顔を合わせてれば、なんとなくその、まあ、なんかちょっとショートカットできたりだとか、まあ、その、ある種、こうペアプロみたいな感じでちょっと教えてくれたりだとかってあって、まあ結構スムーズに進んだりするかもしれなかったけれど、まあリモートだとそういうのなかなか難しいからっていうので、まあこういうその未開拓の分野っていうのはまあかなりしんどいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、うん、まあそうですね。なのでごめんなさい、そのすごいまあシンプルな結論になっちゃうんですけど、まあやっぱその分野というか、不安な分野をやっぱ自分でキャッチアップするしかなくて、まあそうするとだいぶしんどさも減っていくし、ちゃんとその結果を残せるというか、ちゃんとできたっていうその達成感というか、その、なんか自己顕示欲って言うんでしたっけ、その、まあなんかそういうのが一旦満たされればというか、一旦クリアできれば、まあだいぶしんどさも減るかなって思うんですね。はい。っていうので、まあ、多分そういうふうな同じようなことを多分、まあこのリモートの状態でいろんな人が経験したりしてんのかな、ちょっとわかんないですけど、まあそういう感じなので、本当に勉強するしか、自分一人だからね、もう勉強するしかないっすよね。って感じかな。はい。はい。じゃあ、終わりにします。まあちょっと、ごめんなさい。何言ってる、何の話かあんまよくわからなくなっちゃったんですけど、まあそういう感じですね。はい。じゃあ、ありがとうございます。